イブカミー・ユデジレル・テルムは、ベルギーの政治家。ベルギー北部を、支持基盤とするキリスト教民主、フランデレン党所属。2008年3月20日から同年12月30日までと、2009年11月25日から2011年12月6日までの2期、首相を務めた。2009年11月25日に、ヘルマン・ファンロン・パウゼン首相の公認に復権したが、 オランダ語圏とフランス語圏が対立し2010年4月22日にアルベール2世に辞表を提出し受理された。しかし、後継の首相が決まらず2011年12月6日まで541日間も暫定的に政権を担った。これは正式な政権が存在しない世界最長記録である。 2007年6月の選挙で CD&V は第一党となり国王アルベール2世によって組閣責任者に任命された。しかしベルギー北部のフランデレン地域の自治権拡大を掲げる政策などがベルギー南部のフランス語圏の政党の反発を呼び連立交渉は長引いた。選挙から半年が経った同年12月。 すでに辞意を表明していた首相ヒーフェルホーフスタットが任期を2008年3月までとする暫定内閣を発足させることで一旦合意し、ルテルムは副首相に就任した。暫定内閣の任期満了を控えた3月20日、ルテルムが首相に就任し、選挙から9ヶ月かかった連立交渉はようやく終了した。2008年7月、連邦制度改革に行き詰まったために、 アルベール2世に辞表を提出したが、アルベール2世は受理しなかった。結果的にこれが一度目の辞表名となる。2008年12月、国有するフォルティスの株式を BNP パリバに売却した件に関し、一部株主が政府を相手取って起こした訴訟について、司法大臣、ヨウ・ファンドゥールゼンが裁判所に圧力をかけた問題が発覚した。ルテルムは、同19日に、 アルベール2世に対して辞表提出し、22日に辞任が認められた。公認の首相には、CD&V 所属で、会員議長のヘルマン・ファンロン・パウが就任した。2009年7月21日、欧州委員会の開発、人道援助担当委員だったルイ・ミシェルが、前月の欧州議会議員選挙で当選したことに、伴い、その公認に外相を務めていたカレル・ドゥフフトが、 任命された。この空席となった外相にルテルムが任命された。同年11月19日に首相のロンパウがリスボン条約の発行によって設置される常任の欧州理事会議長に指名された。これを受けてロンパウが首相を辞することになり、同月25日にアルベール2世はルテルムを首相に指名した。しかし南北の対立を背景とした。 連立政権運営は困難を極め2010年4月に辞意を表明。同年6月には総選挙が実施されたが連立交渉は難航し、ルテルム自身は暫定政権としての首相職に留まり続けた。2011年2月17日には正式な政権がない世界最長記録を更新し、2011年12月6日に なりようやく後継政権が発足し退任した。ベルギーの建国記念日であった2007年7月21日、RTBF の記者が当時の組閣責任者であったルテルムに、なぜこの日が祝日なのかという質問をした。ルテルムは、質問に正しく答えることができず、さらに、ベルギー国家、ブラバントの歌を歌うことを要求されたものの、フランス国家、ラ・マルセイエーズを歌ってしまい、 反発を呼んでしまった。翌日、テレビのインタビューで、このような、些細なことに反応しないでほしい。私は、もっと重要な問題に取り組んでいる。彼らは私に損害を与えようとしている。私に損害を与える人間は、遅かれ早かれ報いを受けるだろう。と答えた。間もなく、首相に就任する予定であったルテルモの口から出た。 報道関係者に対する脅しとも取れるこの発言は、フランス語圏のマスコミによって批判されることとなった。ありがとうございます。